の僕あの普段あのチューブの終わりの国に帰ってるわけなんですけども、あの3回生が仲悪いということで、それを助けるべく僕は今日だけあの舞い戻ってきたのというわけです。僕は1曲で去りますけど、お願いします。6人席でカフェで一人で飲んでたんですけど、
なんかその女子大生の6人の集団が来て、座れへんな、満席はちょっとどうしようかって相談してたんですけど、僕がどうぞ席を譲ったら、ありがとうございます、いい人やわって言ってくれて、僕はほっこりしました。すごい優しい。はい、じゃあ今から懐かしい曲やります。そんなチャンナラから始まる、透明少女ゲーム。